お世話になっております、岩名ビトンのビトです。今日は、ストロボライティングのレクチャーをします。航空写真家の大金さんです。こんにちは。普段飛行機撮ってるんですよね、はい、飛行機とか戦闘機とか。あ、そうですねなんかいろいろ聞きたいですけど、まあそれは置いといて、でなんかちょっと人物とかも撮れたらいいなっていうので、ストロボの使い方をなんとなく知りたいということで今日やります。まだストロボ持ってないって感じですよね。持ってないです。でまあ多分買うんだったらこういうモノブロックみたいな、でこれプロフォトっていうところのやつで、他のメーカーのやつも出てて結構お手頃なやつもいっぱいあるんで、こういうのを買うといいと思います。このモノブロックのストロボ1個だけだと硬い光っていうんですけど、影もはっきり出るふんわりしてない光なんですよ、はいはい、なんでこの光を、まあ、このまま使う時もあるんですけど、なんかその辺にボロボロ落ちてる傘とか、あそこにあるボックスとかを使って柔らかくしたりとかして光の質を変えて撮ります。でも、まあ、一番最初はもう一番硬い光で撮ってみましょうか。はい、お、うん、さすが航空写真家。なんか星野源のジャケットみたいな感じです。あ、でもぽい。だからまあこういう光が別に悪い光なわけではないんですよ。これ今さっき言ってた直の光で影もパキッと出てるじゃないですか、うん、じゃあこれをちょっと光変えてみましょう。まあ、一番楽なのは傘ですね。傘をつけて、まあ、ライトの向き逆にしましたよね、はい、でこれどうなるかっていうと、まあ、撮ってみますか。あー、すごい。じゃあ並べますね。まあ、見てわかる通り影のエッジがこう滲んだって感じですよね。アーティスティックな写真なら上でもいい気がしますけど、一般的に使いやすいのは下ですよね。もっと柔らかくしておきますね。次は玉くんかぶせますね。もっと柔らかくしてみましたので、はい、撮ってみましょうか。あー、綺麗。今比べてみると、まあ、明らかでも変わりますよね。もう一パターンやっていいですか。で次ボックス。あー、これよく見ます。そうっすよね、はい。まあ、普段広報の仕事してるから撮影現場には立ち会います。でこれはボックスで、結局、まあ、何を常にやってるかっていうと、光の加減を一番硬いとされてる直の光からどういう風に柔らかくするかというのをやってます。だからあの傘だと反射させて遮膜かけて柔らかくするみたいな。でこれボックスだとまっすぐの光の向きなんだけど、そこにこう遮膜を何枚、まあ、2枚までしか重ならないですけど重ねて柔らかくするみたいな。じゃあ撮ってみましょう。これ傘の遮膜、これボックス、どっちも柔らかいじゃないですか、うん、こっちの方がでもなんかこう顔の写り見るとなんかちょっと固めな感じがしますよね。影の濃さはボックスの方が濃い。そう、物によっていろいろね違いがあって、でもう1パターンなんか変化つける方法があって、ライトの距離を寄せるのと離すので結構変わるんですよ。なんでちょっと次寄せるやってみていいですか。これって特に位置は決まってないんですよね。こっちで決めるって感じ、好きなようにというか、はい、で遠いのと近いので比べてみると、近い方がなんか肌は綺麗な。であと影が濃いですね。ちなみにライトは基本的には寄せれば寄せるほど綺麗って言われてる。なぜか寄せたいですね。そう、極力寄せてなんですけど、でもこの今撮ってみて分かると思うんですけど邪魔なんですよ。うん、難しいですよね。なんならもうライトと一緒に近寄るしかないっていうか、横から撮るぐらいの。そう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 、とか、まあでもそれはもうそれぞれなんかいろんなアプローチがあるんで、うん、なんかどれが正解みたいなのはないんですけど、でもこの変えたらどうなるかっていうのはなんか知っといたらコントラスト上がりますよね、うん、ハイライトも立つし、確かに。でグラデーションも結構綺麗に出るっていうか、だから10メートルのところから打つとここの10センチ20センチって大した差じゃないんですけど、うん、ライトが近いとこの差で結構明るさが変わるんですよ。だからそこでグラデーション出せて結構、まあそれが美しいっていうか、まあっていう話と、でまあこれが基本編っていうか、まあ基本ですよね。でこれだとでもまあまあ話にならないじゃないですか。仕事頼んでこの写真撮られたらなんかイラッとする。だから、まあ、まあ大体2等っすね。今試しに組みますけど、じゃあさっきと同じ状態で反対側、あの横からも打ってみました。おー、綺麗ね。まあまあ妥当っすよね。で、シャトーも置きましたよね。これと多分同じぐらいの位置だと思うんですけど、メインのライトの位置は。あ、やっぱ全然違いますね。こうやって見ると。そう、比較するとやっぱ分かりやすいですよね。単発で見るとなんか、それでもいい感じがしちゃうけど。うん、ちなみに、逆からちょっと打ったやつもやってみていいですか。逆っていうか、その後ろから打る。なんかすごい立体感ありますね。影は一応残しつつ、反対側からも光打つことで、なんて言えばいいの分かんないけど。だからこれと比較するんだったら多分この辺の感じだと思うんですけど、立体感ありあり、なんか仕事してる感じですよね。確かに雑っすけど表現が。これでも結構光で本当に
顔の見え方違いますね。あとはじゃあ高さとか変えて撮ってみます、試しに。なんか意外とね高さもね大事なんですよね。ちょっと高めとフラットめの2パターンこれが上から。おお。で結構ね変わると思うんですよね。これが上、これが横。上の方がいいですね。そうなんですよ。やっぱ顔がのっぺりするのかな。上から当てた方が立体感が出る、うん、寄せるともっと立体感が出る。まあやればやるほどあれなんでちょうどいいラインっていうのはあるんですけど、なるべく寄せて、でちょっと上から打つ方がいいと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。というわけで、まあ、基本的なことはこんな感じでございます。はい、はい、あとはやっぱ自分でやってみるのがいいと思うので、感想的なやつって何かありますか。そうですね、ライティングでこんなに顔の見え方が違うんだっていうのを改めて感じましたね。結構普段ライトルームとかで補正はしたりするんですけど、はい、やっぱりそこでは補えないものがあるなっていうのを改めて感じましたね。じゃあそんな感じでありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、あ、そのうちあの戦闘機取りに行くのに、あ、そうですね、連れてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ以上になります。さよなら。